今季一軍出場なし、巨人中島に急浮上した山川の穴を埋める西武復帰の可能性。中島を欲しい球団は少なくないと思います。筆頭候補は2012年まで在籍していた古巣の西武です。山川穂高が強制性交容疑で書類送検され、このまま退団する可能性もある。その中で一塁を守れる中島は補強ポイントに合致する。大卒3年目の渡辺健斗が長距離砲として開花しつつあるが、まだ1年を通して活躍したわけではないので計算がしにくい。頻打が深刻な状況で右の強打者として期待できます。中村武也、栗山拓実ら気心知れているチームメイトもいますし、松井稼頭央監督、松坂大輔も現役時代は西武で最後にプレーしました。西武を離れて渡米し、日本に戻ってからはオリックス、巨人と渡り歩いた中島が古巣に戻ってくる選択肢は十分に考えられます。中島は一軍で存在感を発揮し、来季も巨人で現役続行するか、それとも言うほど埋まるか。背番号3握手ぴったりやね。どこ守るん、ファーストか。西武ファンの山川よりは中島がええやろ。中島レフトできないの。できるんなら戻ってこい。チャンスで代打出せばゴロヒットか固定ヒットでランナー返してくれるで。つか無償トレードでもいいから西武引き取ってくれな。どっちにしろ2000本興行で拾いそうではある。アメリカと日本旅行して帰ってきたミスターライオンズ、せめて噂があるって定にしろよ。ワイが考えるにはこうってなんやねん。チラシは原ファミリーやし、来年コーチやろ。ご視聴ありがとうございました。